いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さあお待たせしました。はい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 。ショップチャンネルで7月29日月曜日、はい、ショップスターバリューの日なんですけれども、この配信は第3弾、はい、こちらの10時の時間に出てくるであろう商品をさっとご紹介しておりいきますということで、さっとご紹介さっといきますよ。さっと、いや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 、もう本当だってなっちゃうんでいかんからさっといきますよ、はい、で出てきたのがこれちょっとそうなんです。なんとキオリーノテクノロジーのリバティソフトで。やだ、もう、めっちゃ綺麗だ、はい。で、しかもこの形、はい、大人気商品じゃないですか。そうなんです。はい。今回は、なんとシルバー金具でシックに夏らしくし、確かに、すっごい涼やかだし、うん、ごめん、もう最初にごめん。何これ。やめてくれる、そういうの。白。すっごい綺麗。ね、何これ。でも、ほら、稲垣さんも知ってると思うんですけど、このシリーズの白は、このまま綺麗なまま。そうだ、汚れないな。そう。なんで汚れないか。ツートの話行きましょうかね。じゃあ、色からいきます、はい。はい。まず私の前にあるのが、これネイビーなんですよ。はい、今回ね、はい、ブラック外しておりますね。はい。あえての。そう、でももう黒に近いネイビーなので。私今日ね、真っ黒着てるの。はい、だから、まあ、なんとなく色のとも分かっていただけると思いますが、はい、形いきますね。はい。はい、もうね、触れてる自分がなんという幸せかという柔らかさ、こんなに綺麗にカチッとした顔しているのに、本当に触れた時にはキメが細かいこの皮がなんとも言えず吸い付くような柔らかさを持ってるんですよ。なので使いやすい。さあ、で前のところここですね、はい、このカットも綺麗だね、相変わらず。はい、フォルムがその金具にバッチリ合ってますよね、うん、はい、では開けます。はい、フレクションという、作り方で ADMJ オリジナルの前金具を作っています。そして、はい、この中の使いやすさで皆様にご指示をいただいております。なんと、はい、ファスナーが手前に1つ。そうなんです。ここですね、ちょっと待ってくださいね、はい、ここにちょっとこうします。ここに、はい、1つファスナー1つ、はい、なんていうところにつけたんでしょう、はい、そしてここ、はい、カード手前にカード6枚。6枚入ります、はい。ここがこう茶腹になっております。そうですね。マチがありますので、はい、ある程度ここも広がりますし、はい、で、その仕切りとなっているところに、仕切りも効率的にこのファスナーで、ポケットで使用ができますし、はい、で、本体自身が開けての、この線のところにまた、カード入れ、はい。そうですね。ポイントカード、はい。はい。入れられますね。で、ナス缶付き、ストラップもついている。はい、ついとるよ。機能満載なんですよ。信じられない。で、おまけに、これ本体の背胴部分にもポケットがあるんですね。はい。ここも使えると。はい。そこにもスマホ入れてた。こんな綺麗なね、はい、よそ行き顔のバッグなのに、はい、機能が充実しちゃったっていう。しちゃった。これは、そうですね。人気にならないはずがなかった。でもこれ、ここだけの話。何ですか？某大リーガーの奥さんの、レッドカーペット用のバッグとして一応 ADMJ 的にはご提案してるんですけど、選ばれるかどうか分かりません選ばれないと思いますけど、選んでほしいね。エントリーして、そういうのあるんですか？そうですね。スタイリストさんがほら、ああいうのはもうスポンサーがご主人のスポンサーが、はい、ビビビビビなんですか。だから、そこで、やっぱりバッグはなかなかないので、うん、女性ものの。うん、で、そこで、スタイリストさんが、いろんなものを集めているときに、ご提案することができました。でも、選ばれるかどうかわかりません。いいでも選ばなくて、参加することに意義がある。あ、それオリンピック。オリンピックじゃなかった。いいの。いいの。お客様が選んでくれる。そうですね。うん。もう本当にそう、はい。いや、だってこれ。そんなでもチャンスが巡ってきたこのバッグってすごくないですか？すごいね。うん。そうです。スタイリストさん、誰やねん。すごいな、その人。こちらが今、はい、ネイビーでした、はい。はい。真ん中お願いします。はい。はい、こちらが、ベージュですね。はい。はい。こちら、早速見て、もう綺麗なんですよ。綺麗だなぁ。バティソフト。この、はい。
平面部分も、カーブを持たせてる部分も、全部綺麗。ピアノの方はこれ、薄いグレーなんです。はいはい。なんかグレーとね、はいはい。ブラック。そして。そしての後は。いや、なんか、ほんと綺麗だなと思って。わかる。言葉ちょっと失うよね。そうなんです。このバッグね、いつもね。そして、このね。はい。横のホルン。そして。なんかこう、最近忘れていたバッグの王道ってこうだったっけみたいなのも思い出させられましたね、うん、これ出てきた時ね。平野さんが今スマホで連絡、はい、スタイリストさんから連絡待ってるのかなって。どうしたの？ほら、選ばれましたってこのオンエア収録中に起きたら。そんなタイミングなの今。そう、そんなタイミングなの今。あ、そうなんだ。すごいハプニング収録ができるよねって思って多分メールをチェックしてくれてるんだと思います。よかった。うん、待ってるよ。待ってるよ。そうでしょ。合格通知。ね、でももうエントリーだけでもね。いや、でもすごいと思う。はい、だって、それだけ、多分エントリーすることによって、もちろんその奥様だけではなくて、はい、他のいろんな人たちにも、うわっていう ね、 ね、注目が集まる。きれい。やばい。あーかーこれはあかーねえ。本当に綺麗ですよね。やだ、白足りるかな。作りなよ。この、もっと作りなよ。しかもこの時間ね、北条さんの。あっかー似合いすぎる。似合いすぎますよね。どうなんですか。欲しい。作りなよ、もっと。もう本当にウェイトリストになっても、できるだけ素材がある限りね。そうだよ。はい、頑張りたいと思います。そうだよ。時間がかかるから。半永久に作り続けて。やだー。じゃあぜひ、ファーストトライ、ワイト。ごめん、ボクちゃん、先に持たせてもらう。かわいい。綺麗。これに白のスニーカーバッチリじゃない。顔切っていいよ。本当に早っ。あいつああいうやつ。早すぎるから切るの。ちょっとなんか、ね、戸惑うね。カメラワークも欲しかったね。全くない。これはいい。ちょっとあなたも白は。私は、いやいやいや、私はワントンコーデの女だから。80年代いなかったワントンコーデ。あ、かわいい。いや、綺麗だね。これも綺麗だよ。本当に。なんか、スルッとね、うん、この格子側の表情を見事に再現したこのキオリーノテクノロジー社の技術、うん、すごいですよね、柔らかくて ね、これはしかも撥水ですよ。そうですよ。だから白は白のままに ね、あのなんでレッドカーペット用にご提案してるかっていうと、うん、これを取ってなんかクラッチ、はいはい、レッドカーペットクラッチじゃないといけない、はいはい、あ、じゃないといけないんだ。そうですね。それがマナーなのでね。まあ、はい。行きましょう。あ、すみません。はい、クラッチ。うん。どうですか？ほら、クラッチバッグ。え、言っといて、レッドカーペット。ね、呼ばれてない。呼ばれてない。その服で言っといて。呼ばれてない。呼ばれてない。素敵。ね。なんかこう、小さめよりもこのぐらい、ほら、身長あられるから。うん、あられる。あられるからの方ね。正しくない日って言ってますか。でも、よくないですか。ね。じゃ白ぜひクラッチで。私でいいのよ。もうなんかごめんなさい、私なんかで。いやこの形が、はい、SSV の日に見ることができるなんて。ん？何？これも DP です。あ、DP！ 前回の回をご覧にならないと分かんない。TT 兄弟じゃないよ。DP！ D！ DT！ DT！ DT！でも情報としては DP です。本当に、はい、ちょっと待ってください。あ、綺麗だな。このストラップ後ろ側も同じ色なんだ。そうですね、はい、これ本当あの白とかってやっぱこう手あんかついたらどうしようと思うんですけど、これ買った方がいいですよ、目標達成して。これ買った方がいい、絶対。でも切れないよね、さっきの話のつながりから言ったら。いい人だから。これはいい、いいですわ。白ちゃん。しかも、D、DD、ピッ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 。っていうことなので。これちょっと絶対買いじゃない？そうですね。かぶりつこう。
肉の日、29日、うん、10時ね、北条さんね、はい、ごめん、あの、先に1個売れてたら私。最近オンエア前に、買える？いや、もうお客様がお電話してるのか、ネットに出てないのに、いくつか売れてるケースが多々あるんです。え、でも商品番号はわかるの？いや、もう、あの、ガイド誌とかに出てたりすると、うん、あの、お客様が商品番号教えて、うん、それでもお電話するあれあれって、そうあれあれそう、これは、ね、ADMJTV の、ね、お客様にしか、多分これも朝10時からスタート、はい、10時スタート、間違いなく月曜日か29日ね、はい、分かった、カレンダーの役割にしとくいやでもね、実は0時のスタートの時の商品もめちゃくちゃいいんですよ、そう、はい、でも今ね、もうどれにしようかなって世界。ねえ、うん。朝7時。はい。7時にもね、DP あるし。そうなんですよ。7時の日は。この日はまたね、かわいいの。この日は危険な予感が。危険。いや、これすっごく素敵です。もちろん他の色も素敵ですけど、はい、ちょっと真っ白持ってらっしゃらない方には、はい、もう選ぶならこの素材でという。じゃあ次の商品。いっちゃった。いっちゃった。はい、大切なことを言うの。あ、ね、お願いします、うん、あの前にもご説明したんですけど、はい、セレクション製法っていうのは、うん、この1枚の板からこれを抜いてるんですよ、はい、そうするとぴったり。それはどうすごいことなんですか？通常あの形にあの金属を流し込んで作るじゃないですか、ダイキャストで。うーん、切れ目があります、はい、はい、あれ？これぴったりいかないな、はい、こうぴったりいくはずなんです、うん、こっち、はい、はい、ほら、ぴったり、うん、型を抜くのは面倒なの？いや、面倒じゃなくて一枚の板だから、金属の、はい、圧倒的に強度が違うんだ。そうか、型にダイキャストだとこう溶かしたものだから、はいはい、だからダイキャストの金属ってよくあのポロッとこれなんか、はいはいはい、あの壊れたりするんですけど、これ一枚の糸だから、板だから、頑丈な。はい。で、しかもこの厚さ、一つのパーツを、この厚さのまま、はい。だから貼り合わせたりしてないんですよね。この厚さのものがついている。はあ。だから、あの、私、ちょっと驚いたのは、この前の突起もそうなんですよ。うん。この厚さの金属を抜いてるの。中空じゃないんだ。はい。中空でございます。すごい。だから、すごいしっかりしてる。厚さの金属を同じように抜いてるんですって。え、大変。力いるね。そんな機会するけど。で、こう抜くときに同じように、こう、はく、あの、この刻印もしてるそうです。はぁ、で、このツヤ。そうですね。だから、磨いて、それで下地のメッキ、ニッケルメッキ、そして100度の温度で、これを透明のさらにコーティングをしている。ふぅー！ ADMJ の金具が日本の金属加工技術って言ってるのが他と違うところなんですけど。うん、そう、だから、本当にバッグを買ったのがもう十何年前とか30年前近いものでも、はい、金具はピカピカしてるんです。普通金具って時間経ってくるとなんかちょっと曇ったりとか、うん、ベタついたりとか、はい、変なふうになるものって正直ある。はい、絶対ないのね。それが本当になんか、ある意味恐ろしい。なんか、自分がいつか朽ち果ててもこれだけは生き残っていくんだなっていうぐらい。そう、オリジナルのそうなんですよ。真鍮の金具はそのように作っていて。うん、いつか発掘されるのはこのキラキラだよ。はい。そして、なんと23センチのシュリンクレザー片押しのボストン。ありそうでなかった。でしょ？はい。え、これも進化してるね。はい、進化してます。何これ、あれ外ポケなかったですか？ないです、私は。失礼しました。そしてシュリンクレザー、はい、そしてこれ D カンプラスで、これにはストラップがついていませんが、はい、ゼロ時の一緒に あ、はい、あの色展開が一緒なので、はい、はあはあ、あの方たちを使うことができます。できます。じゃあまず本体、はい、こっちからいきますね。23センチボストンは私にとっても大好きなサイズ感なんですけども、はい、色こちらが漆黒です、はい。はい。金具は全部今回、はい、さっき私が言って私の持ってるのないよって言ったのこれですよ。はい。で、よいしょ、中を見きますね。はい。開けました。はい。
おめでとう。はい、ありがとう。綺麗ですね、はい。ここがブルー。はい。はい。そして、本体は、これ何をオープンポケットがこちらです、はい。こちらにあります。はい、そして、ストラップももちろんついておりまして、はい、で、ここの生地の色。はい。はい、クラウドと、ライラック。ライラック。で、真ん中にテープ。はい。はい、が貼られておりますと。で、こちらがブラック。はい。オッケー。次。はい。白金でございます。ちょっとこれ後で締めますね。はい、あ、ありがとうございます。はい。はい、白金。白金も、ね、白金にゴールドもやっぱ綺麗ですね。そうですね。またね、こういう色、はい、不思議だよね、本当、あの、金具の色が、はい、ゴールドかシルバーか、シルバーかによって、同じ形のものとか色のものでも、はい、全然なんか個性が変わってくるんですよね。はい、パープル&シャンパンでございます。使えるよ、23世紀のスポーツ。私はこれで、さっきのお客様じゃないけど、そのお客様がマイクロミニで、はい、なんか生きていけるっていう方のお話がさっきあったんですけど、はい、同じように私23センチで生きていけちゃうんですよ。はい、こちら。ビワちゃん。ビワちゃんです。これはないよね。今まで本当に。はい。この色組み合わせ。素敵。おとなしくですね。何これ。もう。やめて、こういうことするの。すごい素敵。ビワちゃん、この色味の良さ。またゴールドの金具と合う時代が本当にふわっと戻る。綺麗。なんかいいですよね、ビワちゃんね。ビワちゃん、なんかちょっと。はい、すごいね、はい。これから来るね。来るね。はい。そして。はい。テリガキでございます。テリガキかわいい。はい。はい。やっぱり、なんか、ビワ茶と来たらテリガキ。うん。あー、はい、中がグリーンとグレー。はい、うん。ね。シックでございます。いや、テリガキも絶対いつも人気なんだよね、うん、これね。なんかこう、開いた時に、この ADMJ の各館に、これ、柴さんやりますかね。全部刻印が入っているんです。ほら。そう。いける？これなんて言うんだっけ、そこの部分。ADMJ Made in Japan って入ってます。これね。うん。これね。いけないか。あ、でもちょっとあった。うん。これ、ね。もうね、おかしいから。で、反対側もちろんこちら側にも、表側にもついてるので、なんかこういうね、細かいディテール。うん。これがつるんとしてるのと刻印が入ってるのと全然違うよね。全然違いますよね。はい。そして皆さんお待たせしました。プラティナ。プラティナだ。私ね。はい。この間とある占いで、あのラッキーカラーってあるじゃないですか。はい、皆さんだから今月はとか。はい。どうのこうのとか。どうのこうのあるじゃん。雑。雑。今ちょっと雑でしたよね、お客様。どうぞこうのって占いの先生に、ほんと失礼だから。やめてちょうだい。どうのこうの。もうちょっとさ、普通のおしゃべりになってるから、私たちも。それが NFJTV。いいじゃん、いいじゃん。はい、どうぞ。どのこうだったんですか。だから、月とか、あとその年とか、はい、なんか、変わるじゃないですか、ラッキーカラーって意外と、はいはい。なんだけど、実はその人の一生のラッキーカラーっていうのがあるっていうのをあるもので見て、で、それを私調べてみたんですよ。なんと私シルバーでした。なんと。うん、だからシルバーを私はこれ、だから迷ったらシルバーなのかなってちょっと思ったりもしてるわけです。で、うちの旦那がこれゴールドだったの。お！だから、金銀夫婦になっちゃって、金さん、銀さんと呼び合ってます、最近。これほら、ちょっともうこのプラティナ、プラティナにゴールド入って綺麗ですね。あの、なんか寂しくないの、ゴールドが入ることで。そうですね。なんか言い方ちょっと良くないかもしれないけど、うん。クールすぎない。そう。綺麗。あ、できたよ。ほら、短い。ラスト、そうなんですよ。ストラップ。ゼロ時の時間に出てくる、はい、なんと今回ストラップが、短いのと長いのがあるの。はい、あ、何色稲垣さん持ちたいですか？え、今、ダブルプラチナ。プラチナ、長い、プラチナは、ストラップは、革の部分のプラチナがご用意がないので。あ、そうか、そうか。じゃあ、長いストラップで、よろしいですか、はい、長いので、これは、白金です。白金でも別にいいよ。
いいですか。いいよ。ありがとうございます。だって合うもん。よし。私は白金のバッグにショートストラップをつけて。ロングです。ロングになりました。どうですか。私これができること。そう。こんな長さができて、ちょっとこう今まで短いなと思ってた方とか、うん、あるいはちょっともうこう一年中使えるバッグなので、うん、冬の厚手のコートを着た時にでも上から斜め掛けができるという、はい、これは別売になるんですけども、選べるんです。そして、はい。稲垣さんの117センチの方は、うん、スマホのね、ストラップとしてもお使いいただけるの で、はい、これショートとロングがあったら最高だし、このベーシック23センチのシュリンクレザー片押しのボスト、モーツワルトしかなかったのがシュリンクレザーで出たので、はい、買いやすい。本当にね、このね、29日、はい、素晴らしい展開になってますよ。ありがとうございます。どの時間も見逃せないんで、はい、もう皆さん29日、平日か、はい、休むか。っていうぐらい、有給申請しとくみたいな感じですけど。いやはい。ぜひ、録画しといていただいて、うん。はい。深夜の時間もね。そうですね。まだあるんです、この時間。あ、大変です。はい。なんと、はい。ADMJ の、おっと、といえば、この、トートの、ベーシックトートです。え、何色あるの？これ。横ちゃいます。うん、ちょっと足色全部しようかな。1,2,3,4,5,6 すごい6色展開、嬉しい。ね、ビワ茶新色だし D 缶プラス、あ、 D 缶だ。なので私未だに D 缶プラス持ってないんだよ。そうなの。短いのと長いのどちらつけたいですか。あ、短いので。はい。はい。何色を持ちたいですか。ええー、私ちょっと自分が持ってるやつやめとくか。え、じゃあ、はい。漆黒で。あ、漆黒。はい。結局あなた黒の、ちょっとびっくりしますよね。こういう6色ある中で新色もあるよって言ってるのに、どうして漆黒選ぶの。だって絶対漆黒買うお客様いれば、で、お客様に漆黒で合わせてみようかなと思って。なんか、ザ、ね、なんか紅消しは去年から出てるので、ちょっと紅消し行ってみようかな。紅消しはストラップじゃないけど。助かるなぁ、これ。助かる。ショート。ねえ。ああ。助かる。ちょっと紅消しにネイビーの。私ね、すっごい最近使うんですよ、この、レシピを。で、あ、お仕事。仕事で。もうめちゃくちゃ使いやすいので。ね、紅消しにネイビーつけてみました。はい。可愛くないですか？ね、助からないこれ。助かる。ね、助かる。必要ですね。すごい必要。必要。私の D 缶だけパーツつけてもらいたいな。聞こえません。そういう。確かに。そうか。だってもう3、1、2、3、しかも、これほら、かわいくないですか。おしゃれおしゃれ。おしゃれおしゃれ。こうなった時に。ね。いい。これおしゃれじゃないの。おしゃれ。やり方が悪かったわね。そう。あ、そうですね。綺麗にやって。失礼。はい、ほら。かわいい。いいね。奥様。なんかまた、ベーシックのこのトートがさらにバージョンアップしますよね。なんか、あの、幕開けとかで今までの定番の107センチをつけてきましたけど、うん、この短さになると、チャーム効果抜群じゃないですか。本当ですね。またドラマ化されますね。ドラマ化。バックがドラマ化されちゃう。うん、いいね。ADMJ の進化の。へぇー。ね、内側の色だけ、すみません、ご紹介して。ベーシックだからね。はい。お願いします。じゃあちょっと、多分ドラッグから、はい。あ、ごめんなさい、漆黒からですよね、はい、ちょっとね。順番的にはね。漆黒を。はい、じゃあ漆黒でいきます。はい、漆黒ぐるりといきますね。あの、今回は全部パーツは、ゴールドで、はい。統一されています。ね、なんか顔柔らかいな。そうですね、ソフトになってます。はい。はい、そして、中の色です。はい。はい。パープル。パープルと、縁はクラウドです。クラウドで、はい。え、ここの色ってちょっと違う？中は、真ん中はコットンなんですね。はいはい。裏地はレーヨンなんですけれども、真ん中は、あの、中敷きにしっかりするために、
コットンのキャンバスが使われているので、はい、多少色目は変わります。そうですね、はい、はい、で中仕様は今じゃこのままいきますね、はい、よいしょ、砂付きの場所が1箇所とマチ付きの方が1箇所、はい、反対側いきます。よいしょ、失礼しました。でこちらがファスナーで、これいつもなんかモニター見てて逆になっちゃう。ファスナーで、で、さらにこちらに、ストラップナスカン付き。これもオリジナルのシュッとした、はい、使いやすいナスカンでございます。で、ここにさっき缶がありましたね。はい、ここは横缶なんですが、真ん中はファスナーがあって、ここにも貴重品なども入れていただく仕分けがしやすいという形。なんかね、これはポケットは下に縫い付けられてないんですよ。結構、だからいろいろとこう物をね、本当にね、書類入れたりとか、はい、それからあとは、なんだ、ポーチ。なんだ、ちょうどマジックレート、ね。そう、マジックレートのポーチが、ね、めちゃめちゃ、はい、私今日そうなのよ。私もそうですよ、もちろん。結構パンパンなんですけど。パンパンなんですよ。同じだ。同じ。パンパンなんだけど。ぴったり入りますね。一番大きいサイズね。そう。ぴったり入る。ぴったりなんですよ。ね。そう。それで、だから、シンデレラフィット。そうそうそう。で、こうやって、2、3個入れたりとかしちゃったりとかして、ちょっとパンパンなんですけどね。シンデレラフィット。本当に、こんなに気持ちもいいしですよ。あったのかと。そう、ね。鼻の穴が広がるぐらいに。思っちゃうんですよ。うん、すごい。で、ね、これ、ショートストラップ。助かる。もういい。遅刻でした、はい。続いて。そして、コン。コン、お願いします。はい。ね、もうコンは、お母様たちに人気で、はい、学校行事などにもお使いいただいているコンです。美しいですね、やっぱり。はい、そして、こっち側は、はい。ソフィアの片押しの部分はトープ、うん、そして裏地はスカイブルーです、はい、そしてこのように中敷きポケットになっております。はい、もちろん D 缶プラスです。はい、次、はい、何かな、白金を、白金かな、はい、白金を、白金は、内側シャンパンのソフィアの片押しにパープルの裏地です。白金はね、うん、私一押しの白金の女だもんね、はい、はい、そしてベニケシネズミ、はい、ベニケシネズミは本当にいいよね。ね、なんか、あ、本当ですか、ありがとうございます。すごく、あ、取ります、私。ちょっと引っかかってしまいました。はい、手が、ごめんなさい。私たちの想像を超える人気度でございます。はい、なんかおしゃれな色なのよ。はい、絶妙な色なんだよね。はい、内側ゴールドベージュと桜のサフィアン。はい、そうなんです。ね、人気ですね。人気です。おすすめです。ベニケシ派の人いらっしゃって。はい、そして、こちらがビワチャ。ビワチャか。はい、ビワチャの内側がグレート、うん。いいですね。やっぱりあれですか、ショップチャンネルでも。もうこの定番はずーっとやってるじゃないですか。はい、そうですね。ずっと売れ続けています。多分もう50年ぐらいやってるんですか。やめてください。私いくつですか。でもこれ1997年から作り続けてますから、もう25年以上。でしょ？で、ショップチャンネルデビューしても何年ですか？18年ぐらいですかね。20年いってないっけ？まだいってないんですよ。意外といってない。意外と。そうなんだ。そうですね。でも。まだ20年いってない。どういう2005年だから、あ、19年ぐらいもやってるの。うん、もうもうそうですよ。ああ、これ。そうすると、30代後半から。ずっとでもこれ変わらないんだよね。そうなんです。すごいですよ。皮が変わって、D 缶がプラスされたり、ちょっとずつ進化はしてますけれども。縁、はいはい、のとことかね、はい。そうですね。でもやっぱり不動なんですよね、これはね。はい、で、不動であってほしいの、うん。もうこれずっとお願いだからやめないでっていう。ね、本当にリピーターの方に支えていただいて、やはりまだまだ書類を持ち歩く方たちが多かったり、はい、荷物を仕事で持ち歩く方が多いので、まあ、PC も入りますしね、はい、きれいに、これだけきれいに書類が入るバッグって他にはないということで、うん、やっぱりビジネスアドバイザー、よく偉い方たちに、はい、こうエグゼクティブの方たちにこういろんなことをこう
何教育される女性いらっしゃる、はい、あの第一印象とか、その方がこの前あの展示会いらっしゃって、このバッグをずっと使ってると、やっぱり皆さんに褒められる、やはりあのきちんと見えること、うん、そして整理整頓できることで、あの立ち姿きちんとスッと立つじゃないですか、うん、なのでこういうバッグをやはりお仕事をそのエグゼクティブにいろんなことをこうレクチャーされている方が使っていただいているっていうのは本当ありがたいなと思う、うん、本当ですね、うん、とあります。こんだけの色揃いましたので、はい、こちらも10時、はい、10時のお時間に出てまいりますから、ぜひお見逃しなく、はい、まさかまだあった、はい、しまった、急げ、続いて、はいはい、ご紹介するのは、あ、もうこれはでももうそうですね。もしかしたら、もうすでに。お客様はもうご予約いただいてるかもしれませんが、はい、まだまだ ADMJ ご存知でない方、この秋冬の先取りという形で夏から元を、はい、このバッグ。これって、ショップチャンネル出てくるのは初めて。初めてか。そうです。これだって今年の秋冬用の新作なので、はい、まだまだ初めてなんですけれども、じゃあ黒そちらに。はい、イタルテッシル社のテスブークレという素材で、はい、うん、まあ、去年あのファンシーツイードバッグ展開しましたけれども、うん、それの、まあ、今年はテスブークレキラキラだよみたいな、うん、なんかジパング日本はもうキラキラなんです。稲垣さんすごいよこれ、もうめちゃくちゃ人気でしたよね展示会でもね。みんな吸い寄せられちゃった。そう、ご予約もこれが一番ねお客様からいただいてるので。そうなんだ、はい、じゃあちょっと色からいきますかね、はい、あの大きさはこちらが M サイズ、 M サイズっていう表記ですね、はい、でこちらが S です、 S 大きさの違い、はい、幅の違い合ってる、これ大丈夫、はい、幅の違いです、後ろ姿、よいしょ、ちょっとごめんなさい一回置きます、ごめんなさい、こんな感じです、はい、さあで、中なんですけれども、まず大きい方いきますね。中はここが入り口のところにフックがなっていて、で中中敷きり、はい、はい、分かれるようになっています。はい、色は、ここが、はい、はい、ノースブルーとゴールドベージュです。はい。で、ポケットがあって、はい、ファスナー付きの方には、ストラップがこのようにいつもの通りついています。はい、金具の色はシルバーカラーです。はい、反対側行きます。フックがあって、これも一つの大きなポケットになっているんですね。はい、で、なんかさっきも話しましたけども、センターで、本当これ一つのポーチだからね。これ別売されててもいいようなポーチですね。はい、でそれももちろんこれ素材が、これも、はい、これはキオリーノテクノロジー社のダノビオです。ダノビオ。あ、彼らです。ごめんなさい。これ彼ら？はい。彼ら。さっき紹介のです。さあ、で、これが大きさが、M。M。で、表記のところ。まあ、このね。そうですね。この素材っていうのは、意思あるところに道は開ける、はい、あとちょっと色がこう、そうですね、アンティークなんですけど、はい、メッキを施して、はい、マークついておりますが、これでもかっていうぐらいいろんなことを、これなんかお洋服になりそうな素材だね。そうですね、あのファシーツ色もそうだったんですけども、こうね、ラグジュアリーのちょっとジャケットだったりコレクションラインに出てくるようなエスブークレーの、すごいなんか柔らかさといい、うん、なんて肌触りがすごくいいですよね。いいの、かわいい、うん、でサイズが今度はちっちゃい方、はい、これ人気でしょちっちゃいとまたこれちっちゃい方ですかね。で蓋があるのね、はい、あなたったらちびっこはね、うん、なんだよ偉いね、これしっかりしてますね、はい、あ、四角だ、四角だとしっかりしてます、はい、で、これで、はい、キューブミニのサイズです、はい。で、ここにこれがあると、この四角い形が保たれて、はい、この部分を、缶をこれちょっと外しますね。外すと、よし。これが開くので、形が、はい、船型になります。はい、変わりました。で、よいしょ。そこの部分には、はい、革が全面に使われております。で、中開けますね。中にはファスナー付きで、はい、ポケットと、新しいね。まだ、それからここに、はい、はい、マスカンが付いて、で、ごめんなさい、ここには、フック付きでポケットになって、で、ここに缶がある。
はい、あ、D カンプラス。D カンプラスあるから。はい。またこれ、ストラップ何かつけて遊べるんですね。しかもこの ADMJ らしい作りは、これね、1枚の布。これも？そうなんです。あ、今ここは貼ってあるけれども、はい、ここは1枚の布なんです。あ、切り刻んでないんですよ。ないないない。はい、この角っこ見ても、はい、あ、1枚だ。はい。ふわはだからこんな綺麗なフォルムになるんだ。はい、かわいいね。かわいいですね。これ、色迷っちゃうでしょ。こちらが、ブラック。ブラック。もう、隣のおばちゃんになってる。はい、お隣。アルジェント。アルジェント。これね、アルジェントは、写真とかだとなかなかね、平野さんね、表現しづらかったんですけど、これ実物だと、グレー系にシルバーがマッチングしてて、うん、結構おすすめ。あの、ですよ。これ、ほんと。はい。これ、どこまでシルバーからそば行ける？このね、そう、素材に一個一個の色が、ありがとうございます。本当にね、グレーのブークレー素材に、ここね、シルバーの、はい、こう、キラキラしてる。そうなんです。はい。パーツ。で、そのグレーのところも、色が、ちょっと深い色と淡い色あるのかしら。だからこれ色表記がグレーかけるシルバーとかにした方がお客様に分かりやすかったかもしれないですね。なるほどね。はい、で、これ持ちの皮の部分の色、これは紺です。紺だよね、はい。黒じゃないんだよね。はい、すごく。この色。そうなんですよ。絶妙な素材を。これはね、もう実物見ていただかないと分からないぐらいのこの立体感と凹凸感。でも、テレビ。って買うしかないでしょ。でもあの店頭にももちろんこれまだ、ああ、そうか、まだね、あのデリバリーはされてないので、はい、ただあの受注会私やらせていただいたので受注会に来たお客様はなってる、ああ、そうかそうか、はい、でも行けないって方もいらっしゃるので、はい、でもまあちょっとここでなんとなく見といていただいて着いた時によかったって思っていただけたら嬉しいかなと思います、はい、さあ、はい、そして大きいサイズの方、はい、大きいサイズの方、はいはい、大きいサイズもきちんと、コードッシュ、うん、そして箱押しエンブレムがございます、うん、こちらですね。そしてくるっと1枚の布で出来上がっているアルジェント、いや、めちゃくちゃおしゃれだね、はい、こんなバッグ持ってたら、そうなんですよ、すごい素敵なコーディネートを楽しめますよね、はい、なんか本当にでも今から楽しみながら、はい、でももちろん秋も冬も素材感を楽しみながら、うん、なんかちょっと厚手のコート着てたって、カシミヤだってなんだって、すっごく合わせられそう。ね、でもまだ暑い時も T シャツに、ね、全然全然、ワンピースに、うん、そしてこれ意外に人気なのがオロ。なんで意外なの？いや、ここまで人気だとはってぶっちゃけ思いました。あの、かなりインパクトが強い、最初私たちも見た時に。でも、それはある。持つと。普通なの。すっごく似合うんだよね。小林さんね。そう。もうで結局オロでしょってなったんだよね。もうどうなの、みんなだって、あの、ADMJTV で商品説明動画見てくれた友達が、クミコオロでしょって LINE が来ました。はい。ねえ。まあでも本当にアクセサリー、ゴールドのアクセサリーとバッチリ合う感じですよね。うん。今日そうじゃないですか。はい。素敵。似合うと思う。じゃあ、二人で好きな色を持ってみましょうか。どこで？え、長木さん何？かっこいい。大きい方持ちましょうか。立体感があって。大きい方だな。うん。いいね。なんだろうね。でも私最初はもう完全に。そっちで出てたんですよね。そうそうそう。いや、でもこっちだよ、やっぱり。私こっち。見て見てみ。見てみ。でも稲垣さん、こう、黒からの脱却じゃない？なんか、誰かの歌みたい。あ、でもこれいい。うん。ほら。いいかも。かわいい。グレーのワンピースとかグレーのスーツにかわいいと思いますよ。いいですね。私、オロかしら。もう絶対オロでしょ。本当。ほら、オロだよ。いやーね。かわいい。黒。オロオロ。でも、黒も、あ、本当だ、オロだ。ね、こんなにあの新作の中で一番人気だった、はい、テスブークレのシリーズを、中仕切りのデザインのこれが一番人気だったものを、はい、オンエアでご紹介します、はい、それが朝10時、
10時ね。はい。もう10時から本当に楽しいものも出て、7時、はい、そして10時と、もうここちょっと近いお時間ですけど、楽しんでくださいませ。はい、7月29日の月曜日、ショップスターバリューということで、この1日を通して皆さん4時間の中でいろんな商品を堪能してくださいませ。さあ、そして、はい。はい。ぜひチャンネル登録といいねボタン、いいねボタンのショップチャンネルの会員をしていただくと私の精神安定剤になりますのでぜひご協力いただけたらありがたいです。もうそれが皆さんからの応援のお声だとね、はい、思いますのでね、はい、ぜひ当日の小林さん、まあ、やっぱり、はい、なかなか眠れない24時間になってしまうので、はい、ね、こんな暑い中体調管理も大変だと思いますけど、はい、ぜひ皆さんのためにいい商品を紹介してください、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。